田さん久しぶりやな。あれバックラフトいつぶり？バックラフトはね、多分7月。そうだよね、うん。全然やってないよね。7月一回やったっけ？あと最後だよね。それでね、みなかみに行ってないしさ。うん、そう連絡つかなかった杉田さんが今コロナにかかってて、そんで今格闘してるらしい。辻村さん。さっき言ってる何時から来たの？俺より1時間早く来てまだ自主練をしてます、ね、自主練すごい彼はね早いんですよ。1時間2時間前に来てる、うん、いやもうブラック忘れちゃったえ足怪我したの？あどうしたの？7月に捻挫して、うん、で治って8月、うんまあ、あの大ボケ小ボケ行ったでしょ、うん、で9月にラグビーの試合に出たら、うん、ひねってないんだけど終わった後ものすごくあの痛みがあってで今この状態だから捻挫が治って完璧に治ってなかったところに負荷がだからもうラグビーの試合で思いっきり寸大なんでやってるから負荷がかかってそうだね1ヶ月だけど全然ですよ。だからこれっていうでかいなんか衝撃があったわけじゃないんだけど、古傷がさ、うん、ね、出てくんだよね。ボートで行きますか？川下りができるから。山道登れないな。山道は。ああ山はな。長いところが大丈夫だけど。今日はいい天気やね。ちょっと暖かいし。終わってから雨降ってくる。ああ夕方ね。夕方終わって、水温度下がってくるから。あ、そんで杉田さん、うん、ボート買ってくれました。お新しいの。なんと北さんと同じようにしたいとか言って。おやっぱりみんな私に憧れてるんですかね。色もね、スカイブルー。おーいいじゃないですか。何あの着付き。え？着付き。うん。あじゃあ杉田さんもあれじゃない、キャンプいい。一緒に行く気が、ね、そうそうそう、あの中にいっぱい荷物入れたいんだって。ああそう、いやいやいや、でもねあの人すごいよ。昼平日にみなかみに下見だけに行って、うん、でこの前みなかみ一人で下ってきたって。あんなとこ一人でやで、一人でやで、うん、結構すごいよ。みなかみは一人で比べたら勇気いると思うよね。勇気いる、大したもんですよ。はい、みなかみ行くと諏訪峡。そうそうそう、いや諏訪峡は結構ななんか農地だったみたいよ。そうだ、すごいじゃない。頑張ってください。はい、それでこれえ服装がちゃんとしてたらできるじゃない。はい、もう夏の夏用だちょっと厳しいな。ああウェットで来ようかどうしようかと思ったけど、ウェットも落ちちゃったからもういいや、担当だったらと思って。結構水量が高くてさ、あだいぶ水減ったな。はい、おはようございます。今日は10月、19日、天気、曇り、時々晴れ、夕方から雨降ってくるみたいです。今日は、リバーエクスプローラー、チャンネル登録者数1000名達成、いたしました。それの、記念、パックラフティングで夜はそれの、打ち上げを企画しております。今日の参加者は北さん、それから辻村さん、3名です。スーさんは、コロナにかかってしまって、柳田も、風邪で、小野くんも風邪という状況です。皆さん、風邪が流行ってますので十分注意してください。じゃあ行ってみます。どうですか？いや久々すぎて
よくわからねえな感覚が。だんだん慣れてきますよ。じゃあ北さん、さっき行ってください。おカメラ今日3台ある。隠れ岩がなんとなく見えませんね。やっぱ鈍ってるな。2ヶ月やってないとどこにこう岩が隠れているかがちょっと判断がつかねえな。そこら辺が今日の課題かもしれません。あとはバランスの取り方かな。水は冷たいです。水温が低いのでどうなるかな。真ん中行こう。はい、まだドキドキしております。北さんドキドキしております。どんどん行って使えてるよ。よっしゃー、気持ちいい。よっしゃ、気持ちいい。おー、今んとこ負の順調やな。パンパンや、いい感じ。あー、やっぱ船がいいと楽しいな。空気があるって大事や。いやー、おもろい。いやー、久しぶりの、川下り、むっちゃ楽しいですね。気持ちいい。水量も、安定してますんで、いや、今日は北さんの地が見れるか楽しみです。多分ないでしょう。ドキドキしてます。何でもチャレンジ、川がチャレンジすることを教えてくれてるから。いや、全然空気減らない、気持ちいい。完璧。
こで AD わざとじゃないよね。わざとじゃない。はい、わざとです。え、どっち？わざとですよ。いや、俺あんなとこでひっくり返ると思わなかったから。でしょ。いや、だからわざとで、あそこちょっとどうかなと思ったら。真の練習したわけ？真の練習したわけ？そうそうそう。水にやらなきゃと思って。いやー、やったとは思えないんだけどな。ちょっとね、思ったのと深くなくて浅くてね。どうしてもできなかったんですね。やってみようと思ったんだけどな。流れが早いからね。え、マジでどっち？もちろんわざとですよ。この顔は違うな。この顔は違うな。はい。練習になったな。いや、いい練習だった。いや、いい練習だった。いや、あえてね、浅瀬に入っちゃってさ、浅瀬で方向転換しようと思ったら、ひっくり返しちゃった。でも今までで一番なんか高低差があったね、あそこすごかったね。いや、あれ登れるかなっていう感じだったよ。
ああ、だから水量がちょうどいいんだろうね。すごい高かったですよ、ね、高い高い、あれな初めてやわ。すごい、ヤナちゃんがもうひっくり返ったぐらい、どっかのせね、どっかのせぐらい。いや驚いた。今日の酒はうまいぞ。あ、北さん後ろのバッグこれ開いてんのか、大丈夫なの、なんか中のバッグの ブルーが見えてるけど、口がちょっと開いてるね、あまりの真の衝撃で。いや左曲がり寄せで北さんやってくれました、お見事、バクチンです。楽しいですね人のチンって。あ、すごいいい天気になってきました、最高、気持ちいい。今年は民泊4月に1軒オープン、そして10月にもう1軒オープン、両方なんとかお客さんも入って、軌道に乗って、そして、このリバーエクスプローラーの、私のライフワークであるウルトラライトパックラフティング、これのチャンネル登録者が、1000人達成して、なんとか収益化に、広告収入が入る、投げ銭も入る、ショップもできる、いろんな、収益体制に持っていくことができました。もうほとんど今年、やりたかったこと3つ達成で、あとはパックラフティングの3冊目の出版、これをなんとかこの10、11、12、3ヶ月で、やりたいなと思います。あと来年の1月からは、リバイクスプローラーの実店舗と、それから、シェア型書店、ブックエクスプローラー、これを、オープンに、こぎつけたいと思います。皆さん、秋のもみじ気を行かないよ。
はい、お疲れ様でした。はい、乾杯。いや、楽しかったですね。楽しかったね、久しぶりに。天気も良かったですね。天気もね、そう、持ったしね、うん、最後の夏日ですからね、これ最後の。いや、ちょっとチーム練習もちょっとだけしたしね。いや、良かったね。いや、取れたかあって。いや、練習ですけど。練習ですよ、練習。いや、あくまでもとは言ってますけど、よく後でビデオ見てみましょう。あんなところ、あんなところでチンするわけないじゃないの。そういうことしないでしょ。あれは練習ですよ、練習。リバーエクスプローラー、チャンネル登録者数1000名達成いたしました。ありがとうございます。今日はこの後、浦和に戻って、みんなで祝賀会やりたいと思います。皆さんもよかったら来てください。誰やねん。誰だ。黄色い蝶々がすごいです。疲れた。あ、でも楽しかったな。